皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、7月の16日、12時44分。ここ最近ですね、アメリカのトランプ元大統領の、銃撃事件のニュースを見てですね、あんまりその遠回しな言い方もあれですので、もしそれが本当だったらという部分もありますので、トランプ大統領には、トランプ元大統領には、大変な思いをされて、心配してますと。いうことと、もうこちらが、本音の方になるんですけども、安倍晋三元総理も、死んだことになってるだけで、本当は生きてるんじゃないかと。これは僕の見解で、トランプさんも、選挙に出ざるを得ないような状況が出来上がっていて、で、撃たれたことにして、それで、出馬を取りやめというような形になろうとしているのかという、その名前自体がそのシークレットサービスということで、シークレット秘密のサービスというような形で、年齢的なところで、本当は撃たれたんじゃなくて、電波による攻撃で、耳にバチッとこう痛みとか走って、で、その少し前に、字幕で、銃撃事件という字幕が出ていましたので、僕の方から心の声でトランプ元大統領の方に、トランプさんの方に、死んだふりとか、そういうふうな形で心の声を送ってはいるんですけども、それも、もしかしたらコンピューターが僕の脳を中継して、現地のトランプさんに伝えてるんじゃないかなという部分もあるんですよ。トランプさんは明確に OK と返事されてるんですね。鏡込んだりする前に。それが現実的なところで、本音のところの方は、トランプさんは、撃たれたふりをその会場でされていたのか。で、シークレットサービスの人たちが血のりとかを使って、まるで撃たれたかのように演じられていたのか。そうでもしなかったら、高年齢のまま、大統領に、ならざるを得ないような状況、出馬さざるを得ない状況があったのかとか。そういうふうなことを、気にかけていました。で、北朝鮮と韓国のことを気にされてるんだとしたら、それはもう、ある程度の橋渡しを、アメリカ等でしたわけであって、あとは、両国がこれから先どうしていくかっていうことを、本腰入れて、進めていくわけであって、周りの国がその件について、そうしたいのであれば、援助しますよっていう形はもう出来上がってるわけじゃないですか。あとは両国はどうしたいかだけであって、我々はもうそこから先、あまりとやかく言う必要はないと。こういうふうなことだと思います。何か困ってることがあれば、僕の方で考えてることがあるとすれば、それは僕の方で考えて、こういうふうな方法もありますがどうでしょうかというようなことを述べたいなと思ってるんですけども、そのトランプさんイコール、北朝鮮とその韓国の間を例えば統一するのに、主導たる人物として、ずっといられるわけではありません。これはもう年齢的に考えていただいたらわかるかと思います。で、そういった内容が本当に、韓国国民や北朝鮮の国民の方たちが、どう思ってらっしゃるかというところで、
本当の話をニュースで世界中にしなかったら、これはまあなかなか難しい部分があると思います。まあ私からの提案だとか、まあ日本政府も水面下で動いていたりだとか、習近平国家主席やプーチン大統領のバックアップがあったりだとか、だからその辺のところを字幕でも正式な形で、ね、公表しなかったら、その英語で喋ってるから、だからその内容をっていうような形では、しっかりと分かりづらいですから、僕の件を話していることに関してもそうだと思います。だから、まあ僕は表舞台に出なければならないという部分はあるとは思うんですが、まあその銃撃事件に関して僕もどうメッセージを送るべきか、そのもともとアメリカも銃社会でしたから、そのあるかないかで言うとあるのかなとか一瞬思ってしまったりもしますし、まあ今の時代を考えたらそれはないんじゃないかなっていうのが現実的なところですね。その一時期そのアニメ関係でも世界中のその世界の反応とかを見てますと、今の時代はそのアニメとか娯楽、映画、まあ音楽も含めてそうなんですけども、まあそういった良いクオリティの高い作品でお互いの国とかをこうまあ応援したりだとか、ファンだったりだとか、まあそういうふうな形で徐々にこう仲良くなっていく時代であって、それプラスあとはエネルギーの残存問題の話をすれば、軍隊なんかいらないじゃないかと。全て災害救助隊にどこの国も変更するべきだという最終結論はすでに出ているのであって、まあその今回のそのトランプさんの銃撃事件に関して、まあ今どう言えばいいのかちょっと難しいんですよ。その長い間その議員としての活動ご苦労様でしたと言うべきなのか、そのまあそのもう僕も正々堂々としたそのストレートの話しか聞きたくないんですよ。受け止めたくないんですよ。そのこそ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 するような生き方自体がこの世の中の隠蔽状態を作っていて、そこにお金稼ぎの流れがあって、これが事実でしたから、だからそれについてもう正々堂々ともう本当のことだけでいいじゃないですかと、まあ、そういうふうなことにもなるんですけども、まあまだこの間もまあ7月半ばですけども、2日連続でだったんですけども、夜中の2時ぐらいに大きな声で喋って歩いてる者たちとか、まあ今も夏場ですので窓とかベランダ開けて寝てますので、もうもろに聞こえます。で起こされます。でそういった部分とかも彼のところにこう絡みに来る人間がいるから彼の名前を伏せといた方がいいのかだとか、まあそういうふうなことになってるんだとしたら、早くまあ秋篠宮家の人たちと合流して、まあ天皇家の方たちですね、でまああちらの方でしたら周りが警察官の方が固めてくれてますから、まあそこまでたどり着いたら事実公表したらいいんじゃないかなと思います。まあもう僕のホームページで事実公表はしてるわけであって、でまあまあ河川の撮影とかこの間京都へ行った時も、まあ2日前日曜日、3日前土曜日に撮影行った時などは、まあ舞鶴市という京都府、日本の京都府の北の方、日本海側なんですけども、そういったところではやっぱり僕のことを認識されてる人はまずまあいらっしゃらないという形で、まあ、判断が難しいところはあるかと思うんですけども、まあ僕はもう正々堂々と、まあものを言うべきであって、でまあ自分のしてきたことを別に隠蔽する気もありませんし、それも社会に出て堂々と言うべきであって、まあいろんなことが、まあ今トランプさんの声でそうするっていう声が聞こえてきたんですが、まあ短い言葉ですので、まあ僕のその方向性のことを認めていただいているのか、それともまあ出馬されるのを取りやめるということなのか、やっぱりまあ僕ぐらいの年齢の方
が、まあ、もう大統領になって、8年間任期を過ごしたら、まあ、50歳半ばになるのであって、まあ、できるだけ長い間大統領は務めた方がいいと。で、まあ、その後その副大統領として補佐をするような形の方がいいんじゃないかなと思います。今までのことがありますから、その大統領、新しい方、ある程度の年齢の方がなられて、で世代交代をした時に前の大統領がしていたこととか全然知りませんだとか、まあ、そういったことになっても話がまた最初の方に戻ってしまう形になってしまいますので、それではエネルギーの残存の問題の解決につながりませんので、まあ、ガソリン車の生産停止ですね、今年中に。完全に。重機も含めてです。重機があるから余計な工事してしまうんです。で、生産停止したところで、だいぶ長い間、稼働されるっていうのが、もう、分かりきったことであって。ですので、もし本当に銃撃されたんだったら、トランプさんには、それも、本当に心配しますと。まあ、放送禁止用語で、まあ、拳を掲げながら、おっしゃられている言葉とかもあったんですけども、まあ、その握り拳に関しても、もう一方的な僕よりサイドでの見解で言うと、この間の井岡選手の試合のことを、表現してくれてるようにも見受けられるんですが、心の声とかで受け答えを演説中にトランプさんともしてますから、で、その銃撃事件なんかでこうそれがフェイクだったとしたら、そういう方法を使用されてしまうとアメリカイコール銃社会の世界から抜け出せないイメージに引っかかってしまうんですよね、周りの国の人は。でどうなるかと言いますと、やっぱり良いイメージが持てないんですよね。だから、本当にエネルギーの残存問題分かってるのかな、どうかなっていうことになるんですよ。だから銃を使うべき相手はグリズリーとか、まあ、大きなクマであって、あとはワニだとか、そういうのが相手であって、今の現代で言いますと。そしてもはやそこに大量生産する価値ってないんですよ。だから今更軍艦なんかは全てほとんど必要ないですし、空母はヘリ空母として必要です。それは災害救助で絶対必要ですから、だからあまり物を運搬できない船っていうものは役立たないですし、ミサイルを搭載した船も全部いらないですし、燃料余計消費されますから、その金属とかしたら採掘しなくていいわけですから、まあ日本なんかでは1万台ほど不法投棄の車があります。中古車センターとか潰れて、まあ中古車ショップです、潰れてそのほったらかしになってサビサビになってます。僕が撮影してる河川の動画とか見ていただいたら分かる通り、すぐ見つかります。この間も土曜日撮影に行った時、3日ほど前なんですけども、まあ約15台ほどまとめて、で周り見ていて、あ、多分これは中古車ショップが潰れてそのまま放置されてるんでしょうと。もう完全にサビサビに錆びてる車もありましたし、であとこんな車どこの国から持ってきたんだろうって、このナンバーも本物なのかどうかなっていうようなナンバーもありましたし、これが世の中の現実で、そういうものをすぐ回収して、金属の採掘、もう多分どこの国も同じだと思うんですよ。そういうものを徹底的に回収して、で、まあコンピューターの電波でこう、正直警察官の人もその電波で人探しとかができるわけじゃないですか。一回僕の父親も家出て行って、まあ介護状態なんですけども、帰ってこなかったものですから、警察の方に電話かけて、ちょっと、何時間経過しても、もう1時間ほど経過してるんですけども、家に全く帰ってこなくてと、で、ちょっと探してもらえませんかというような形で、まあ、すぐ見つかりましたので、ああ、まあ、電波使用してるんだろうなと。だから、そのいうふうな形で電波が使用できるのであれば、車の不法投棄に関しても、その放置自動車に関しても、それはもう、電波の方ですぐに情報収集するべきであって、で、すぐに自動車のメーカーで回収して、で、できるだけ人の手で分解ですね。
重機を使って分解するのが今主流ですけども、それじゃガソリンの消費が止まらないですから。だからアスリートの人たちも数を増やしすぎてますから、そういう人たち、体を鍛えてる人たちで車の解体、順番にドアとかバラしていって、座席取り外してできますから。サビサビのやつはもう重機使わないと、ボルトとかこう回らなくなったりとかしますから、それはもうしょうがないとして、もう早く解体すべき車は解体しなかったら、もう10年20年放置してる車なんかもう危なっかしくて乗れないですから。もともとはもう古い車がさらに10年20年放置されてるわけですから。まあ、ちょっと話それましたけども、まあ、トランプさんのことを心配しています。まあ、できたら、まあ、僕からの提案で私も動いたんだというようなことを、まあ、表立って、まあ、言っていただけると、北朝鮮と韓国のその統一の方向性ですね。まあ、それとも首脳会談と。まあ、僕の方でもテレビのニュースをずっと見てなかった時期とか、テレビのニュースも昔の放送とかをしてますから、だからまあだいぶ、実態がよくわからない状態っていうのが継続して続いているわけであって、実態はやっぱりはっきりと公開しなかったら、これはもう後の世代がもう何をどう受け止めたらいいのか、もうわけがわからない状態がずっと続いているわけでして。まあ、そういう正常化した社会を早く早急に作らなければならないなというのが、まあ、私の本音です。まあ、トランプさんが行くっていう言葉聞こえてきたんですけども、もしかしたら、まあ、もう日も近いので、あんまりその辺のことは言わないようにしておきますけども、まずは、天皇家の方たちと合流してという形になるかと思います。話がものすごく大きいですので、一国会議員の人たちが立ち回れるかというと、党という単位じゃないと立ち回れない、規模の話の大きさにつながっていきますので。ただし、まあ、世界中意見一致しているのはエネルギーの残存量問題であって、そこにどう対処するのかのところでガソリン車の生産停止であって、で無駄な工事を一切なくすと、で本当の人口の公開と、作りすぎた家の実態と、それを世間に公開して、あとは仕事の絶対数と、そんなにたくさん働かなくてもいいし、働き先もないんですと。で、まあ、程度のいい中古物件、若い人たちだったら、結婚して買うのが無難ですよと、まあ、そういうふうな社会ですね。それでだいぶエネルギー効率も変わってきますので、まあ、今回の件は、トランプ大統領が、大統領じゃないです、トランプさんが、元大統領が、まあ、無事で、いること、まあ、できれば、まあ、耳も本当は怪我じゃなかったの方は僕としては嬉しいですね。今更その銃を使って誰かを暗殺したところで社会体制変わるかって言ったら全然そうじゃないよと。何を大統領一人のせいにしてるんですかと。その銃撃者に本当にいたらですよ。それは違いますから、それも一般人の人の、車乗ってる人たちに責任の半分以上あるわけであって、いや、あなた高校出たんでしょ、大学出たんでしょって、本当は小学生の頃から教えてもらってるはずですよって、第一次世界大戦、第二次世界大戦、支援の奪い合いで戦争してるんですよって。電車バス徒歩で移動できるじゃないって。歩く努力をかまけてたんでしょって。それで大人のつもりなんですかって。一回その、例えば、まあ僕はこの近辺の人間にずっと絡まれてた時期が長年続いてたわけじゃないですか。で、一番ひどかったのは、交差点で、子育てですけども、車にぶつかられたんですよ。で、ちょうど右手の、小指のところが、一番その、最初に当たったところで、もう、それはめちゃくちゃ痛かったんですよ。で、運転手見た時に、最初思ったんですよ。ああもう喧嘩なるからもう見んとこうかなとかも思ったんですけども、精神病院に何回も入れられてましたから、どなたを飲んだかを理由にして、この地域一帯の町ぐるみの隠蔽工作ですね。で運転手見たら僕より年配の女性なんですよ。笑ってるんですよ。人にぶつけたっていうことはひき逃げなんですよ。逃げてるから。
その場にとどまって自分から警察呼ばないと、反省してるんだったら。笑ってるんですよ、運転席で。もうほんと我慢の限界来て、もう窓グラスぶち破って、お前ちょっと降りてこいってしようかなと思ったんですよ。でこれね、なぜそう思うかって言ったら、これ人にぶつかってね、普通笑ってられます？でそいつを精神病院に入れようとかそうじゃないんですよ。それすると、あの行政機関の、お金を使って医療関係とか、あの行政が組んで金稼ぎができてしまってるから、それを仕事としてる人たちが多いですから、国からのお金の流れね。じゃあそれは正しくないわけだから、その人間が普通に僕に慰謝料払ったらいいわけじゃないです か。 そこに逃げられたらダメだから、ドア閉めてるでしょ。もう本当は窓ガラス開けてロック外してガチャって開けてすぐ引きずり下ろさなきゃ無理なんですよ。それ逃げられないようにしようとするには、だから本当はすぐに、起点聞いていれば、車のナンバー見て、警察にそのまで通報して、逃げれんように、ボンネットの前に僕はね、立ち往生して、110番して、するべきだったんでしょうけども、その時何回も精神病院に入れられてましたから、心折られてる状態で、そういうふうな通報もできなくて、だからもう本当僕の件、もう言い出したらきりないですよ、本当に。もうそんなにめちゃくちゃな目に遭ってたのって、そこの警察署一体どうなってるのって、もう世界中の警察官とかまとも側の人から見たら、多分その、各警察官の人たちとかもそういうふうなことになってたっていうのを知らなかったりだとか、後から知った方だとか、本当もう車やめさすべき、やめさせなきゃならない人間っていうのは世の中本当にものすごくたくさんいてっていうことですね。まあ今回はトランプさん、何事もなければ、いいなというところで、まあむしろその演技だった方が僕としてはありがたいと、実際耳打たれたらものすごい痛いわけじゃないですか。怖い思いもしますし、その後の人生も、選挙出ないからといっても、本当にもし打たれたんだったら、毎日ビク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 して生きていかなきゃならないわけですから。そういうことを含めて、演技だったら良かったなと私は思っています。安倍さんも本当は、どっかで生きていて、親の介護も、母親の介護も終わりましたから、今年安倍晋三さんのお母さんが亡くなられて95歳なんですけども、まあ、お父さんの方がどうされてるのかの情報とか全くわからないですが、まあ、もしかしたら今今度はお父さんの介護で、手いっぱいなのかもしれませんし、もし安倍晋三さんもまだその高齢化して認知症とかにならない間に会って話し合いとかできたらいいなとか思ってるんですけど、難しいのは難しいっていうのはあります。以上です。皆さん長い間、ご視聴ありがとうございました。できれば、演技だったらいいなと思ってます。トランプさんと、その笑顔で、お互い握手できるような日が来たら、いいなと。もちろんそれはジョー・バイデンさんもそうなんですけども、やっぱりご高齢ですから、あんまりご高齢の方に、どうこうっていうのも、ちょっとそれも違うかなと思ってますから。オバマさん、まだ、ある程度の年齢ですから、会って、こう、一緒に記念撮影とか、その時に、年齢的な部分で言うと、その、トランプさんと、オマーさんと、3人で写真撮影できたら、共和党と民主党の人たちも、ガソリン車の生産停止だとか、余計な工事を一切やめるだとか、そういう行動をしやすくなるんじゃないかなと思います。それを世界に向けてのメッセージとして発信させていただけたら、世界中どこの政府もそういうふうに動きやすくなると思いますよ。実際その、自分が国会議員になったとしたら先輩とかいるわけであって、いろんな、
投票者の人たちとか実際議席の数を取らなかったらとかそういう部分がありますから、だから判断間違えたりだとか、いつまでもあの万博とかそういうものがやめれなかったりだとか、まあ、僕みたいな身軽な存在の人間じゃなかったら、身軽というかまあ生活保護者で請願法と陳情っていう法律を分かっている人間じゃなかったら、この世の中変えるも本当に無理なんじゃないかなっていうのがもう僕のもう 90% 以上の答えなんですよ。だからあとは世界中の大統領とか総理だとかトップの人たちとかいろんな人たちが、まあ経済界の大物の人たちとかも含めて彼の言ってることの方が正しいよっていうことをさらっとこう言ってくれる人たちがたくさん増えれば、まあ世の中なんとか生き残れるんじゃないかなとは思ってます。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。まあそういう日が来るのを、楽しみにして、お待ちしています。まあ楽しみというか期待してですね、何かしらいろいろないと僕の方も話全然伝わりませんから、もう多い動画の再生回数で800超えたら一つの動画で僕の動画の中では多い方ですから、本当に多い動画とかでしたら、まあ一応再生回数だけは1万超えてたりはするんですけども、全員が全員ちゃんと最後まで見てるかって言ったら、あ、これ見てないなってなんか簡単に分かるんですよ。動画の過去365日全ての動画の再生時間が出てますから、あ、ちょっと見ただけかと、あ、ダメだなって、その人たちはって。同じ日本人ばっかりですけども、基本的に、日本語ばっかりですから、翻訳したものも最近作りましたけども、広がらなかったら、どうにもこうにもならないですから。まあ、皆さんと、まあ、一緒に記念撮影できる日を期待して、お待ちしてます。以上です。